ポール・ギャラガーは、スコットランド・グラスゴー出身のプロサッカー選手。元、サッカースコットランド代表。プレストン・ノース・エンド・ FC 所属。ポジションは MF。ブラックバンド・オーバーズ・ FC のアカデミー出身。2003年3月のプレミアリーグ、アーセナル・ FC 戦で、途中出場し、トップチームデビューを果たした。2004年2月のチャールトン・アスレティック・ FC 戦では、 キーパーのブラッドフリーデルのゴールをアシストするという、新記録を達成した。2009年8月、レスターシテ FC に完全一席。2010年2月のスカンソープユナイテッド FC 戦で、自身初のハットトリックを達成。同月のノッティンガムフォレスト FC 戦では直接、フリーキックを決めた。この活躍から、チャンピオンシップの月間 MVP に選ばれた。 2015年6月、レンタルで加入していた、プレストンノースエンド FC に完全一席。ブラックバーンでのプレーが、ベルティフォックス監督の目に留まり、2004年1月に代表初招集。翌2月のウェールズ戦で途中出場し初キャップ。これが、代表戦に出場した最初で最後の試合になった。ありがとうございます。